ちょ、待って、これなんか私迷いの森とかに入ってない？んーと、違う違う、ハイナ砂漠ってことはこの辺、ホテリ山、あ、ハイナ砂漠これか。あ、ってことはもうこの辺やん。普通にもうこのまんま行けばいい。あの上か。ここここここ。あ、ここ行ってないやん、私。はい、島めぐりさん。こちらのキャプテンミニゲートは、ゴーストタイプの試練をこなした者のみ倒れますよ。もうとっくにクリアしてます。おお、ゴーストタイプの Z クリスタルですね。では、キャプテンミニゲートをオープンさせちゃいますね。ここ開かんくってもう普通にストーリー進んだんや。ねえ。今までこういうとこ通らんかったらさ、ストーリー上関係ある場所に行けんかったことない？ゲートの奥に広がるハイナ砂漠は風の影響か毎日様子が変わります。お、何、どうした？よろしければ美味しい水もらえません？あったっけ？あるんなら全然。ありがとう。でも美味しい水持ってないよね。私のこと覚えていたら今度ちょうだいね。了解です。持ってないよね。持っとる記憶はなかったけど。やばい、何これ。何かおるし。あ、でもこの辺うろつきよったら出てくるってことかな。目黒湖。これ、これなんかさ、なんやっけ。何かしら進化しそうよね。何かしら。なんかおったやん。ワニみたいなやつが。ちょっと名前が出てこんのよね。とりあえずカビゴの手加減で捕まえようと思うよ。やっぱこっちまだ一回も来たことないけん、普通に知らんポケモンが出てくるね。あ、そうそう、ワルビルとか、ああいうやつに進化するんやないん、違うん。ワルビルの前はなかったんかな。よし、行くよ。カビゴン手加減。頑張って。ああ、自分に攻撃を。そう、行くよ。自分の攻撃の方がダメージがでかい。うわ、またしても。おい、ちゃんと目黒子を狙うんだ。ダメ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 。攻撃が上がるのはいいんだけど。いけ、カビゴン。よし、オッケー。手加減オッケーオッケー。差し押さえって。うわ、どういうこと。あ、そっか、別にボールは大丈夫やろ。んーと、ちょっと待ってね。あれ、どこ行った？ハイパーボール。こんなレベルの低いポケモンにハイパーボールとかもったいないけど。まあでも100個以上あるけんね。ほら、余裕で入ったよ。やった、目黒子を捕まえたぞ。さあさあ、何系？炎とかかな。目黒子のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、ほら、やっぱりワルベルに進化する、ね、似とるもんね。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。目黒子、砂漠ワニポケモン。砂の中に身を沈め、上を歩いた獲物の足をがぶり、大好物はナックラー。ナックラー食べるの？ポケモンでしょ。うわー、弱肉強食の世界怖い。なんかあれめっちゃ動きようやけど。あれ多分ポケモンよね。でも近づいてきたりとかせんのや。あ、アイテムー。しかもまたしてもブラスターはなんかなかなか出てきそうな感じがせんのやけど。なんかなかなか現れてくれんのやけど、本当におる？さあ、そろそろ出てほしいかな。そろそろ出てほしいかな。出てこない、全然出てこない。今までが結構さ、なんか、あ、来た、やっと来たよ。おお、これ竹みたい、竹。なんか、
燃え尽くすとか言える割にはすごい植物っぽい感じなんやね。なんていうモンスターなんやろ。とりあえずちょっとあ、そっかそっかそっか、カビゴンで行こうか。捕まえんといかんねよね。せっかくやっと出てきたのに、ここでやっつけてしまうわけにはいかない。ちゃんと捕まえなければ。あー時間かかった。あれやっぱり草タイプってことかな。よし行くよ。カビゴン手加減。あやべえ、体力いくか。手加減。え、なんか結構やばいんですけど。とりあえずちょっと待って、とりあえずちょっと満タンの薬使っとこう。カビゴンに満タンの薬を。よし、とりあえずは大丈夫。とりあえずは大丈夫やけど、手加減を使う必要ないってことかな。ギガインパクトとか言ってみる？思い切って。防御が上がっとるけんかな。カビゴンギガインパクト。あ、全然大丈夫やね。ものすごい大丈夫やね。じゃあちょっと何回か、ギガインパクト、あ、反動で動けないとかなるんか。10万馬力ってなったら多分効果抜群ってなってしまいそうな気がするんよね。ってことやけん、ちょっと、ギガインパクトで行ってみるよ。いけ！あと1回ぐらい？こういう時に限ってさ、急所に当たったとかなってなるんよね。今急所に当たらなくていいから、みたいな。もっとやっつけなければいけない時とかに当たってくれればいいのにね。さあ行くよ、カビゴン。ギガインパクト。よし、じゃあちょっとそろそろやってみようか。そろそろ。手加減じゃないけんね、まだ結構体力残ったんやけど相手。ちょっと挑戦してみます。あったあった。ウルトラボール。おし、行け。どう？ちょっと一瞬すぐ出てくるかなって思ったけど。あーよかった、捕まえた。やったー、はてな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 を捕まえたぞ。さあ名前はなんだ。鉄火具屋。へえ。鉄でできとって、かぐや姫が出てくる竹やけんってこと。登録完了。正体不明のポケモンロトよ。早く調べろと。鉄火具や打ち上げポケモン。UB の一種。2本の腕からガスを吹き出し、森を焼き払う姿が確認されている。焼き払うのに炎タイプではないんやね。鋼飛行。鋼飛行？草タイプでもないやん。草タイプでもないんですけど、なんか。UB の捕獲に成功。残りあと1匹。さあ、残りあと1匹やぞ。出てきてくれ。また結構時間かかるか。なんか鉄火具屋なかなか出てきてくれんみたいやけん、またしばらくちょっと目黒子の相手をしなければいけないかな。あ、でもあの鉄火具屋、鉄火具屋草タイプじゃないってことは、全然普通に地面タイプの技使っても大丈夫ってことやない多分。うわ、びっくりした。ビーストが出てこいよ、ビーストが。おお、ナックラーやん。食べられるよ、ナックラー。なんかあの、ね、大好物らしいけん。よし、ちょっと待ってね。私が、ああ、悪あがきしてしまった。ああ、くそ。やっと違うポケモンが出てきたっていうのに、しかも捕まえていない。捕まえたかった。てか、ここは一体どこなんやろ？誰？いて！ホコリが目に、俺のポケモンも目をこすってるよ。なんか知らんけど、見知らぬ場所に出てきてしまった。ん？あっち側になんかアイテムが落ちとった気がしたけど、いけんよね。
ダグトリオ。やっとなんか新しい場所に出てきだしたのにさ、ちょっと道がわからないんだけど道がわからないからちょっと迷ってるんだけど、ほらこれなんかアイテム落ちとるよ。でもこっからはなんか行けんっぽい。この辺とかもさ、ちゃんとなんか、あ、来た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 。この辺もちゃんとなんかさ、しっかり地図に表してほしいよね。でも多分左にずっと行きよったら出れるんじゃないかなっていう勝手な予想。勝手な予想。さあ、ここはやっぱりまた、やっつけてしまいたくはないから。よし、カビゴンで行こう。行け、カビゴン。ボディーパージ。何その技。やべえ、素早さが上がった。ちょ、待ってね。さあ、行くよ。カビゴン、ギガインパクト。さあ、ちょっとずつでいいけん、ちょっと削っていこう。あ、やべえ。急所に当たった。ちょ、待ってね。とりあえず、道具、満タンの薬をカビゴンに。はい、オッケー。すごいね。あれが鉄でできとるとか。うん、あれ、今のは鉄にしか見えんかったけど。ほい、それじゃあ、最後のギガインパクトや、これ。いくよ、ギガインパクト。さあ、まだあと2回ぐらいかな。まああと2回ぐらいはいいけど、ギガインパクトもう終わったけんね。のしかかり。いけるかな。カビゴンのしかかり。まあ向こうもどん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 防御を上げていきよるけん、全然大丈夫やね。やっつけてしまわんように気をつけんとね。よし、のしかかり連続でいくよ。あとちょっとさすがに、体力のところちょっと赤くはした方がいいかなって思うけん。あ、もうそれ以上防御上がらんねや。最高まで達してしまった？多分あと1回ぐらいいける。急所に入るね、ここで。のしかかり。あ、やべえ。急所に当たるなよ。マジでやっつけたんですけど、移ろいでレベル56に上がったし。いや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 。姿は見失ったが、気配はまだ残っている。あ、よかった。連続で来てくれた。連続で来てくれた。よし、行くよ。ちょっと今度こそしっかりしてよ。しっかり耐えてよ、鉄火具屋。これ、ルナーラの悪あがきとかやったらどれぐらいになるんやろ。いける？あ、待って、てか、ルナーラの体力がやばくない？ちょっと。あー、ルナーラが、悪あがきで死んだ。なんてことだ。ちょっと待ってね。あー、じゃあちょっと、ん、やっぱりカビゴンしか。だってあと全部同じぐらいの、ね、同じぐらいのレベルやし。くそ、ここはやっぱりのしかかりで。今なら多少急所に入っても大丈夫よ。あ、そこは別に。まあ、ひたすらのしかかりで行くしかないよね、もう。手加減は手加減、なんかすごい弱かったし。まあ、手加減やけんしょうがないんやけど。でもさっきの急所に入ったっていう部分は、ちょっと手加減にしとけばよかったなっていうのはあったよね。だって急所に入っても手加減やったら1は必ず残るわけやけんさ。ね。
あ、この辺からちょっと手加減に切り替えた方がいいかな。ね、この辺から切り替えとけばとりあえず大丈夫のはず。いくよ。おお、そっちが先か。カビゴン手加減弱っ。まあでもこれでちょっと一旦行ってみよう。どうせ31個あるけんさ、あと1匹捕まえればいいだけやし、多分次またビーストの捕獲っていうのがあってもまた10個追加されるんじゃないかなっていう予想があるけん。あ、さっき引っ込めたやつまだ有効なんや。一旦ウルトラボール入ったのに有効なんや。ちょ、投げ続けてやろう。うわー、全然ダメや。これはちょっと一旦カビゴン満タンの薬使って回復しといて、ちょ待ってね。満タンの薬、はい、カビゴンに。でちょっともう一回ぐらい手加減使っとこっか。そしたら多分大丈夫じゃないかなーって思うんやけど。よし、行くよカビゴン。カビゴン手加減。よし、赤くなった。さあ赤くなったけんそろそろやろ。そろそろやろ。よし、ウルトラボールお願いします。来い。おっしゃ、来たー。やったー、鉄火具屋捕まえたぞ。ふぅ。お、カプコケコがレベル61に上がった。ニックネームはいりません。手持ちに加えるとして、なんか誰かおる？カビゴンは置いときたいやんか、やっぱりポケモンを捕まえるためにってことだから、まあこのまんまでお布施送ります。すべての郵便の捕獲に成功、ハンサムに報告に行こう。よし、報告に行こうということやから。そういえば近かったんやったっけ。そうよね、近かったんよね。ちょっと待ってね。とりあえず戻ります。うわ。なんかお、来たナクラ。よし、ここはカビゴンの出番。なんかさ、砂漠やけんさ、延々と同じような景色が広がっとって、私が迷子になる場所だわこれは。よし、行けカビゴン。よし、行くよカビゴン手加減。はい、オッケー、一発。ってことで、ボールを。ボール、ボール。ハイパーボール。ほんとなら、まあ、この辺のポケモン、モンスターボールとかスーパーボールでもいいんかもしれんけど。まあ、もうハイパーボール大量に持っとるけんね。使ってこ、使ってこ。やったー、ナックラーを捕まえたぞー。あー、よかったー、ナックラー捕まえんまま終わるかと思った。ナックラーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。え？え？え、これってナックラーがあの2匹に進化するん？違うよね。わからねえ。ナックラー、アリ地獄ポケモン。大きな顎で邪魔な岩を砕きながら砂を掘る。その形はすり鉢状。あ、ニックネームとかいらない。全然いらない。ナックラーボックスへ。え、まさかのやん。ねえ、まあ多分違うとは思うけど。くそ、何回ぶつかる。何回ぶつかる。もういいよ。多分もうこの辺のポケモン全種類取ったんじゃないかな。いや、まあなかなか出んようなポケモンもまだおるかもしれんけど。よし。え、まだ？
ちょ待って、これなんか私迷いの森とかに入ってないねえ、ちょっとこっちからもうこっち飛んでいった方が絶対早いよね。え、私どこをどう歩いていったんやろ、あれ全然わからないんだけどなんか延々同じ道を歩きよるような気がするし。ってことで、とりあえずね、こうやればよかったね断然早いね。はい、モーテルにあっという間に到着。ってことで、ちょっとハンサムさんに報告報告。ただいま戻りました。さて、何かあったか、それとも情報が必要か。 UB を捕まえた。素晴らしい、やったじゃないか。すぐにボスを呼び戻そう。今回も体調悪いかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。